今回は、昭和天皇実録は平成2年より宮内庁において24年間の歳月をかけ編集され平成26年8月 本文60巻が天皇皇后両陛下に法定されました。明治34年のご誕生から昭和64年の崩御に至るまでの89年間、激動の時代を生きた天皇のご自責、そしてそれにまつわる日本の政治、社会、 文化ななどを余すところなく記述、そこにはそれまで知られていなかった昭和天皇の生きたご姿とその時代が生き生きと記されています読者の圧倒的な期待の声の中本文18冊プラス作品1冊にまとめられた交換本「昭和天皇実録」全19冊をこの度刊行いたしますこの「昭和天皇実録」第2では「 大正3年から大正9年まで、13歳から19歳までが記されます。この分厚さとこの値段、今日、何でも言っていいんかい。で取り上げられていて、この分厚さでこの値段、買わずに、オラ良か、早速、頼みました。もう、東京書籍では、重版中とか、よう、売れているそうです。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。